軽装高機動車。軽装高機動車は陸上自衛隊と航空自衛隊に配備されている総輪装甲車である。製造は小松製作所。防衛省は略称をラブ、ライトアームアードビヒクル、愛称をライトアーマーとしており、保有する部隊内では略称をもとにラブとも呼ばれている。普通科などの隊員の防御力と移動力を 向上させるのが目的の走行車であり、性能や想定する任務は不評機動車、インハントリーモビリティービークル、IMV に類する。固定武装はないが、乗員が天井ハッチから身を乗り出して 5.56mm 機関銃、ミニュミア01式形態戦車誘導弾などの火器を使用できる設計になっている。車体は走行化され、大軽視も考慮されているが、 具体的な防弾、防爆性能は公開されていない。小型かつ軽量であるため C-1、C-130H 輸送機、CH-47J、JA 輸送ヘリコプターなどで空輸すること可能となっている。CH-47 の機内にも、積載可能なように要求設計されているが、実際に積載する場合は、車体側面後部に設けられたアンテナの課題や、 発煙弾発射機の課題などをあらかじめ取り外す必要がある。平成9年度から小型装甲車の名称で開発が開始され、平成12年度に舞台使用承認された。コスト低減を目的に比較的短い周期でモデルチェンジされる民生部品が多用されたため正式化はされおらず、式という名称は付けられていない。制作評価においては、 と評価されている。舞台では、汎用車である一、ニトントラック、通称ジープの代わりとしても使用されている。そのため、使用部隊からは、車体が大きくて重い、防弾性向上のためにフロントガラスが二分割され、中央にピラーが走っているために、視界、特に左方の、が悪い、エンジンの騒音とタイヤの振動が大きく、椅子の悪さも、相まって、長距離移動時の疲労が、 ジープよりさらに大きい、目立つため、コンビニなどに立ち寄るのがはばかられるなどの、ジープと比較しての不満が出ている。乗車人数が少ないので、同じ人数を運ぶためにはより多くの車両が必要となる。そのため、東日本大震災の際には、災害派遣されたラブをメインに装備する部隊が、駐車スペースの確保に苦労するという事態も生じた。ただし、 エアコンの機器はジープより良好であると言われている。また、燃費が悪いため燃料補給や整備の負担が大きいとの声もある。一方、先頭車両としては、車内が狭いために4名分の装備が収まらないという問題が指摘されている。また、重心が高く横転しやすいとの指摘があるのに、対しては、最近の送輪走行車両全般がその向きにあるとしながらも、 不正地走行能力は他の送輪走行車両と比較しても悪いと評価する自衛官もいる。自衛隊の海外活動では頻繁に使用されており、現在までにイラク派遣、ハイチ PKO、南スーダン PKO、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣などに参加している。固有の武装は備えていないが、一部の車両には車体上面ハッチに、 全周旋回可能なターレットと棒立て付き重火が取り付けられており、5.56mm 機関銃、ミニミヤ89式 5.56mm 小銃を据え付けて射撃することができる。ターレットの下には、ブランコのような形をしたベルトが取り付けられており、射手はここに座って射撃を行う。ただし、機銃に空薬卿を受けをけないと、 排出されたベルトリンクがターレットのガイドレールに詰まり動かなくなるという問題も指摘されている。上面ハッチからは01式系対戦車誘導弾、K、マットを発射することも可能。各中トンチで行われる創立記念行事での訓練展示では、過去に87式対戦車誘導弾の発射機や 84mm 無反動砲を上面ハッチのボラ構える隊員が、 確認されたこともある。しかし、ハッチのサイズが十分ではないため、84mm、無反動砲などを取り出すのは大変であるという現場の声もある。正式装備ではないが、2006年1月に行われた、平成18年度第1空挺団、降下訓練始めや、2010年10月に行われた、中部方面隊、総隊50周年記念行事において、 舞台で独自に改造、両者の改造方法は異なるを行い、12.7mm 重機関銃 M2 を搭載した軽装甲機動車が登場したことがある。これらの改造は車体に直接重火が設置されているため、全周射撃は不可能である。平成21年度、2009年度から平成23年度、2011年度まで、 将来的に本社に搭載する可能性もあるリモートウェポンステーションの研究が行われた。防衛庁、当時の技術研究本部と小松製作所によって開発が行われ、小松製作所が生産している。陸上自衛隊では平成27年度2015年補正予算まで2818両を調達しており、全国の普通科部隊と機候科偵察部隊、 偵察隊への配備が進んでいる。調達ペースは数百両で生産を終了した60式装甲車や73式装甲車と比べて非常に早い。航空自衛隊も基地警備隊向けに導入を行っており、平成27年度2015年予算までに119両を調達している。車体は陸上自衛隊のものと異なり、オリーブドラブ一色で塗装されている。 現在生産されているタイプは、陸上自衛隊イラク派遣で使用されたもの、工術と同型のワイヤーカッターの取り付け基部と、予備タイヤ用ラック基部、燃料管搭載用ラック取り付け基部が増設されている。また、側面及び後面の防弾ガラスも 7.62mm 弾に耐えうるものに変更されている。陸時の走行車両としては初めてクーラーが標準装備となった車両であり、 イラク派遣時には大いに役立った。調達価格は平成13年度約3、500万円、平成17年度約3、100万円、平成22年度約3、0円。開発段階において車両の構成品をユニット化したことによる部品点数と工数の削減及び民生部品のようにより一両あたり約630万円の調達価格の低減を 実現している。いくつか、納入時の使用によって大別される。イラク人道復興支援活動部隊で使用された車両には、以下の改造が行われており、警備やパトロールの際の隊員の安全性が向上している。これらの回収作業は、設計から取り付けまで3ヶ月程度で行われた。派遣部隊が戦闘や治安維持を目的としない、 人道復興支援活動部隊であることを強調し、武装勢力の攻撃対象とされるのを避けるため、車体の随所に日照記が描かれ、英語とアラビア語で、ジャパン、と表記された。塗装も、他国軍のような砂漠迷彩ではなく、オリーブドラブ一式に塗り替えられていた。現在、この改造、国籍表示などを除くが施された車両は、国際活動教育隊に、 配備されているが、防弾ガラスや予備タイヤ用ラックなど一部の改造が施された車両は全国に配備されている。2010年から行われている自衛隊配置 PKO 派遣においても、この改造車が使用されているが、この任務で使用されている車両には、国際連合を意味する UN の文字が車体に貼り付けられている。海賊対処のため、ジブチに派遣されている部隊に、 配備されている車両は、上面ハッチ周囲の走行板に屋根を追加するなどの、現地改造が施されている。2004年、平成16年に、タミヤが、イラク派遣仕様を1、35スケールで、プラモデル化しており、後に、タミヤ、教場がそれぞれラジコンカーを発売、タカラトミーから2006年に、トミカ、2008年には、コールとしても販売された。また、 トミカハイパーシリーズ内には架空の派生型がラインナップされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。